皆さんこんにちは、店長武蔵チャンネルです、ちょっと今日はうるさい、エンジンかけてるんです。でヘッドライトがついてしまうのでどうしてもエンジンかけて、はい、やることになってしまうで元スキャンですか、はい、こちらでちょっとね、でアイデンティフィケーションなんですか、でこの車両の情報がこう出るんですね、はい、で製造は2012年の12月19日製造、はい、まあいろいろと出ておりますよ、はい、それで、リードトラブルコードね、リードトラブルコードだ押すと、はい、トラブルあります、トラブルコードカウント1、インテークエアテンプラチャーセンサー0110、要はここのセンサーですね。なんでこれ ついてるかというと、これ外していろいろ作業してて、それで電源ちゃんとつくかどうか、これつける前にオンにしちゃったから、それによってエラーが出るね、はい、だから正常ちゃんとエラー表示出る、うん、だからこれはクリアね、クリアできますね、はい、でクリア OK ね、はい、あとはまあいろいろアクチュエーターコントロールとかもちろんできるんですけど、これの場合はメンテナンスリマインダーみたいなのついていませんので、ついていないので、そういうのはないですね、消したりうんぬんっていうのはね、うん、でアクチュエーターコントロールとかはあるんですよ、ただエンジンかけてるときはできないですから、でエンジン切った状態で通常やるんですけど、ヘッドライトつきっぱなしになっちゃうんですよね、これがちょっとね、オンにしたときにヘッドライトがつかないような、もしくはなんかやっぱり充電器つないでやる感じですかね、はい、で今一回あれしましたよね、でもとりあえずちょっとオンにしますかね、でオンにしてヘッドライトついちゃうんですけど、でもう一回接続ですね、今一回切れましたからね、エンジン切っちゃうと切れちゃうので、はい、でアダプターでねもう一回つなぎます、ちょっと充電器をちょっとつながせていただいて、はい、やっぱ充電しながらじゃないと厳しい感じがしますね、はい、ね、さあ充電どうですか、うん、そうですね、はい、拒否でね、はい、そして、今ちょっとつないでますんでね、あ、ダメですね、つながんないですね、一回ちょっとやり方がね、あ、ここでつながりました、はい、これたまにやり方やっぱちゃんと順序ってやんないとダメなんですよね、エラーになっちゃうんですよね、で、とりあえず今つながったので、これで G シリーズにして、G650GS セルタを、ね、そしてコネクトコントロールでもう一回エラーコード見ましょう、また出たりして出ないですね、それそうですね、今つないでますからね、はい、そしてアクチュエーターコントロールをやって、エレクトリックフューエルポンプオン、あ、動いてますね、はい、はい、そして、クーラントテンプラチャーウォーニングライト、これはねこっちなんですよ、おそらく、ここですよね、オキシゲン、まずクーラントテンプラチャーオン、なんかつきました、あ、ついてますね、一番下ですかね、赤いやつね。赤いやつ今ついてたよ。ついてましたよね。もう一回オン。あ、つきましたね。赤いやつね。はい。これは OK ね。はい。そして、オキシゲンセンサーヒーター。オン。ちょっとわかんないですね。これね。はい。O2 センサーの、ヒーター。これはちょっとわかんないですね。アイドルスピードコントロールバルブ。オン。あ、動きましたね。今。クックって。あ、動いてますね。はい。動いてます。はい。そして、エレクトリック、ファン。あ、ファンね。回りますね。はい。OK。はい。こんな感じで点検をしてですね。WGS アクチュエーター EV。これ何ですかね。これオンにしてみましょう。あ、わかんない。なんだろう。何か動いてるんだと思うんですけど。ちょっとわかんないですね。はい。これで全部。これで全部ですね。はい。こんな感じで、とりあえず電源はオフ。はい。出ないとね。はい。バッテリーが上がっちゃいますからね。はい。さあ、そんな感じでやらせていただきました。で、取り付けですね。これはとりあえずもうやめて。はい。取り付け。うん。ETC ですね。ETC と、まあ、アンテナ、ここに、アンテナちょっとこちらにね、つけて、
そして、インジケーターはちょっとこの辺につけさせていただきました。これね。そして、ちょっとこれはね、別物なので、まあいいとして。で、ETC はここに、シートの下のところにね、入れてあります。そして、ETC のずっと引っ張ってて、電源ずっとこっち来て、で、このバッテリーにですね、リレーをかましてあります。はい。バッテリーから直で電源をリレーに取ってます。そしてリレーから、この USB ですね。USB と、あと ETC。こちらの電源を、供給して、おります。で、リレーのスイッチ。リレーをオンオフにするアクセサリーは、ブレーキスイッチですね。ブレーキスイッチ途中ちょっと、はい。加工して、そこから電源を取ってですね。そしてやらせていただいております。はい。リレーを使わないで、直接、こう、なんか他のいろんなところから、あとメイン電源からとかですね。ちょろっと取ってしまうと、まあ多分この車両大丈夫だと思うんですけど、まあキムコの車両とかですね、あのメインの班ですからヒーター、グリップヒーターとかそういうものを取ってしまうと、ちょっといろいろ問題が起きるらしいですね。はい。なので、基本的にリレーを使って、電気を供給すると。もしかしたら、もしくはアクセサリー電源みたいのがちゃんと用意されているんであれば、そこから供給するということなんですかね。はい。で、これは、普通のリレー使用してます。いわゆる機械的なね、電流値が多くなると、プチッて切れるやつですね。はい。そういうのを使ってますけど、これの後っていうと、あれですけど、キャンバスシステムっていう電子ヒューズっていうんですかね。全部、ECU でコントロールするやつ。あれの場合は、勝手に電気取ると大変なことになる。おかしくなるんですよね。はい。だからブレーキスイッチとか、そういうところから電気取れない。アクセサリーソケットがついてるので、そこからちょっと取るって感じですかね。もしくはそこの配線からちょっとこう引っ張るっていうのがいいんじゃないかと思うんですけどね。はい。まあ、そんな感じでですね、やらせていただきましたね。で、これ、USB はさっき充電器つないで充電されるかどうかで点検して、OK でしたので、まあ、電気ちゃんと言ってますよね。まあ、通常、普通に配線してるんで問題ないと思うんですけど。で、ETC も普通に、ね、赤ランプつきますから。はい。そんな感じで、やらせていただいております。で、あとは外装を戻してですね。そして、まだ登録はしてないんですよ。車検っていうか、予備検ですね。車両の検査だけはもう受けてるので。あとは書類だけで登録できますから。で、一回登録してですね。そして、ちょっと試乗して、あとこういう、例えばフォークとかね、オイル漏れとか、そういったものもね、あと、まあ、各部ちょっと、やっぱ走れると、今まで走れなかったのが走り出すと、いろいろちょっとね、トラブルじゃないですけど、そういうこともあり得るので、はい。一旦私の名義に登録してですね、で、試乗して、で、もし何かあればそれでちょっとまた直してですね。で、問題なければお客様の名義にしてお渡しするという手順を取らせていただくという感じですね。はい。セーフですね。それだったらね、何やっても OK。何やってもって言うんですけど、分解整備の該当するものもね、私の名義だったら何やっても法律上は誰にも何も言われない余計なことでございますが、はい。で、お客様の名義にしてしまうとね、そしたらもう認証工場持っていくしかなくなってしまうので、はい。二度手間三度手間になっちゃうんでね、はい。そんなやり方をさせて、いるわけでございます。はい。さあ、そんなところでですね。で、スクリーンはちょっと上の方にね、今回はちょっとつけてみましたけど、いかがでしょうか。はい。で、またがった感じですね。これ、ハイシート。お客様がね、やっぱりちょっと大柄な方なので、ハイシートっていうことでね、取り付け、しております。はい。セルタオであればね、初めから車高高いので、っていうあるんですけど、まあ、こちらの方はね、ノーマルの GS は車高低いタイプですから、はい、まあ、シートの方でですね、ちょっと高くして。で、またがると、もう目線はここよりもはるかに上になるので、まあ、この辺ですかね。だからまあ、このぐらいでもいいのかなと、うん、思ったりもします。はい。どうなんですかね、強度的にはね。ちょっとね、取り付けはここだけなんで、はい、この辺りでね、だけ止まってますからね。あんまりスピード出すとちょっとどうかなって感じもしますが。はい。で、後ろこれですね。ジビの、モノキー用の、
ラック、はい、を取り付けてございます。はい、これ丈夫ですよ。ここ2箇所プラスここ、ね、アームでここに止まってるね。でここと、ここですね。これはあの純正のパーニアケース用のステーガーをつけるためのものなんですよね。だからかなり丈夫でございます。はい、もう全然もうびくともしないですよこれ動かしても。はい、さすがって感じですね。この辺は、うん、やっぱり BMW なのかなと、思います。もちろん日本のメーカーもね、最近のはもうがっちりしてるんじゃないかと、思うんですけどね。はい、まあ、そんな感じでやらせて、いただいて、おります。はい、そんなところなのでもうしばらくって感じですかね。はい、で、大変申し訳ないんですが、明日の木曜日はちょっと所用がございまして、またお休みさせていただく感じになります。はい、ちょっといろいろと、そうなんですよね、うん、まあどうなるかは分かりませんが、はいはい、まあ、そんな感じでございます。はい、そんなところで、店長武蔵チャンネル、今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。 G651S の、はい、いろいろね後付けパーツつけましたので、はい、そんな紹介をさせていただきました。ご説明ですかね、紹介というね、ご説明をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。失礼します。